こんにちは。毎日観光スポットを紹介しているシュウマイです。この動画では岐阜県にある下呂温泉幸の湯を紹介します。幸の湯は下呂温泉にある3つの共同浴場のうちの1つです。動画を完全に撮り忘れてしまったので、全て写真で感想だけお伝えします。利用金は470円と他の温泉地よりも高め、外装内装ともに都会にある昔ながらの銭湯のような見た目をしています。泉質は下呂温泉全体がそうですが、アルカリ性単純泉です。温泉は無色透明ですが、小さな湯の花が舞っていました。キュッとする感触とトロッとした感触が両立していて、美肌の湯に入っているんだなぁと実感できます。良かった点はその泉質と浴槽です。白鷺の湯と同じ集中管理の源泉らしいですが、なぜか全然違うような泉質に感じました。内湯はレトロな銭湯、露天は和の雰囲気といった感じで魅力的でした。反対に物足りないなぁと感じた点は、露天からも景色が見れないことですね。地元の方が多く入浴されていたので、間違いない共同浴場だと思います。下呂温泉へお越しの際はぜひ訪れてみてください。以上で紹介を終わります。このチャンネルでは毎日観光スポットを紹介しています。よければ他の動画もご覧ください。以上、ご視聴ありがとうございました。